皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もデッドバイデイライトモバイルのお時間やってまいりました。ということで今回もねフェンミン育成していきたいと思います。で次ね、あの試合から帰ってきたらねレベル5になるので、あのパークをね3つやっと次3つ装備することができるようになります。でウィルメイクきっとやり遂げるも先ほどね取得しましたので、結構今ねあるパークいいんですよ。まあ、少ないんですけども、なのでちょっとねレベル5にしてミンちゃんをねちょっとバッチリ使っていきたいと思います。で今回も、DBD モバイルのね加速系パークの中でも最強と呼ばれている、しなやかを使っていきたいと思います。で今回も警戒っていうねパークがありますので、キラーが発電機を蹴ったり破壊可能なね、まあ、板または破壊可能壁を壊した時にそのオーラが3秒間だけ見ることができますので、そちらの方をねちょっと発電機とかねやりながら見ていきたいと思います。で基本的には警戒持っているので発電機をやりながら辺りの索敵、まあ、ちょっとキョロキョロしながら、キョロキョロしないと多分停電してるとね、カメラ停電しているとせっかくね警戒が使えたとしてもそっちの方角見てないとまず見えないので、ちょっとキョロキョロしてね、あキラーは今向こうにいるなっていうのをちょっと確認していきたいと思います。さあ今回もねしなやかを活かしていきたいので、なるべく発電機をやるなら窓枠のある場所でやりたいと思います。なのでちょっと最初は窓枠のあるところで、窓枠はまあ、もし仮に近くになかったとした場合、キラーがねこっち来るってなったら早めに移動しないと多分ダウン取ってしまうので、ちょっとそこら辺ね警戒していきたいと思います。さあ来た、おおいいパーク持ってるね仲間のみんな。セルフケア自己認識いいね、自己認識も結構いいんだよね。走らなければね歩き移動で移動スピード上がるので、走らなければね足跡も残さずに姿を消すことができるみたいな。発電機がうなってても足跡がないからあれいないのかなって思わせることができるパークなんですよね。さあお願いします。お、脱車ケーキ、脱車ケーキコインのやつね、コインのやつチェストが1個減ります。なのでマップにね、マップにチェストって3つあるんですよ。地下室1個、あと地上に2個の計3個なんですけど、そのうちの多分地上のやつがなくなってるんで地上1個、地下1個って感じになりますこれね。でもしもコインのやつがねベリーレアの方だった場合チェストが2個減るので、2個減るとね絶対地下室にしかないのでお気をつけください。さあやってまいりました、マクミライステートコールタワー、よし行ってみましょう。でコールタワーね、あそこ固有の建物のところに窓枠下あるんで、あとこっちの角にもいい感じの窓枠あったな今。ちょっとここやるか。で固有ね、コールタワーの固有はこれなんですけど、これね絶対2階にしか発電機ない、なのでちょっとここやりますか。でどうだろう、今回ここチェスト消えてる、あるということは今回なんかチェストの数、マイケルマイケル来た、私ではないと思いたい、誰か凝視されたみたいだね。マイケルもねほんと索敵してると気づかないからね。で、救急キットを取得して、でちょっと自己治療がねないもんですから助かります非常に。あなんか今向こう側で走った、マイケル奥の方にいるかな。早速ドワイトがただいま停止中、マイケル気をつけないといけないのが凝視されてワンパンメーターを貯められて、元気な人がね一発でダウンするのが一番危険なのでちょっと警戒せねばね。でちょっと待ってね、ちょっと向こうの方が発電機ついて2人でつけた、ナイス。で多分ねこっちなんか来てる、なんか来てる、なんか来てる待て待て、まずいよこれ、多分早く降りた方がいいかもしれん。あそこのね固有の上はね絶対に落ちないといけない、落ちるか階段から降りないといけないんですよ。
ちょっと待って、ね、そこをやってたのかな。後ろ大丈夫。ちょっとこっちの発電機やりますか。さっき多分こっちら辺から小さ始まったと思うんで、こっちね、あの窓枠もあるし、向こうばっかりやってるとちょっと偏っちゃうんで、あのこっちでやります、発電機で。ここ窓枠ある小屋の価格なので、まあ相性としては四年間とは相性いいでしょう。でまあここ建物だからあんまりそんな言うほど索敵しなくてもいいかもしれないんですけども、マイケル戦だとね、本当にこうやって索敵とかしてると気づけないんですよね。特にあの見られてる時とかが、あで向こう側がついた、さっきやってたところかな、あの感じだと。でこうなってくると、あの向こう側のね建物に発電機が2つぐらいついてる状況なので、こっち側ちょっとやっとかないと、多分半分からこっち側に偏るんじゃないかな、つかなければ。なので警戒、あ奥だ、ね固有の建物の奥の方にもちょっとあったんですよ、発電機。崖があったところかな。なのでちょっとミーム向こうにいるので、こっちつけられるかも。で残り発電機3台でここつけばラスト2台になるので、うん、そうだな、ちょっとこっち寄りの方角私はつけたいな、もう一個。まだ生存者4人生存してるんで、ただこっから気をつけないといけないな。マイケルワンパンが来るかも。どれぐらいメーターを貯められたかにもよるんですけど。で、向こう側か。オッケーオッケー。救助ね、そんな遠くないから行ける。あ、あそこか。ちょっと待てよ。釣られて、あっちで負傷してたか。じゃあ今救助して、後ろがやばいかも。ただちょっと救助行かないといけないから、救助狙ってみますか。こっち側来たらやばいな。今マリルが後ろで治療した。なんか足音聞こえるんだけどマイケルじゃない？大丈夫？やばいかな、やばいかな、これ。救助、やばいやばいやばいもしここでワンパンされてしまえばもう早いよ。あ、私じゃない、私じゃない、信用がしない。ちょっと待ってよ、弱いとかで、あとちょっとこっちの発電機もう一回やりますか。で今ドワイトだけが負傷してるんで治療は終わったみたいだね。あ、持つべきものはセルフケアよね。ちょっと私もセルフケアないんで気をつけないと。まずワンパンされたくない、ワンパンされたくない。大丈夫かな、しなやか出さなくて大丈夫か。まだここは温存かな。やばいやばいやばい、近いよ近いよ近いよ。ドワイト大丈夫か、それドワイト大丈夫か。そこにいるぞ今そこにキラーいるぞ大丈夫か。むしろチェイスしに来たのか。ワンパン誰にワンパン、誰誰誰誰にワンパンした。近いよ近いよ、向こうにいたと思うんだけどね。気をつけないとワンパンされそう、気をつけないとワンパンされそう今ここ窓枠がちょっと頼りない。そこにあるけど2窓、ワンパンだぞ。みんな元気だからワンパンが刺さるよ、殴られると。ちょっと待ってね、索敵ちょっと軽くしつつやろう。向こうにいたと思うんだけど、あれから どっち行ったんだろう、わからない。小屋かな、やれそうだったらここやりたい。ただ気をつけないといけない、逃げ場がちょっと遠いところだと簡単で、ね、出遅れるとまずい。多分向こうだと思うんだよね。ちょちょちょ怖い怖いんだけど大丈夫？後ろだった、あっちだったかな。そこあとちょっとないよね。今回警戒が思いのほか出ないぞ。
こやるか。ワンパンされなかっただけよかった。いや、マイケルがいる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 、そこにマイケルがいる。奥にいた。見てる？見えない見えない、怖い。油断するとワンパン。大丈夫か。あそこ結構寸止めぐらいな感じになってるんだけど。ワンパンした、ワンパンした、ワンパンした。まずまずこれしかね、これしかね。シナリコン使うしかない。怖っマイケル見られて、おっと、通電。そっちのゲートと多分、崖のところかな。あそこだね。うん。っていう感じ。ちょっとここ一回軽く。でも、割れてるかな。死ぬかでね、明らかに差をつけたんだけど。ただ、油断するとやられる。気をつけて。ちょっと、索敵したいだけなのに、ゲート手離しちゃった。上の方をちょっと。触ってよ。下すぎるとゲートから手離しちゃう。開けちゃいます、開けちゃいます。大丈夫かな。みんなこっち来ないね。向こう側行った、まさか。脱出、向こうも開いたのかな。脱出、ありがとうございました。いやー、しなやかあってよかった。小屋の窓枠で使えなかったらちょっと危なかったかもな。あと2人、あ、大丈夫かな。1人、あ、負傷してる。殴られたみたいだね、1人。もう片手も浄化してるカウンターホースで、あ、ゲート1まで行ってからの脱出ダウンで、ハッチで脱出。おお、ありがとうございましたという結果となりました。いやー、ちょっとワンパンドキドキするよね。あの、気をつけないといけないんで、ワンパンだーっつって、あの、焦って走ると走った方角にいるってことがあるのでね。今回はあの、無事みんな事故なく走れたみたいでよかったです。ということで、またね、 DVD モバイルの方をね、動画化していきたいと思いますのでね、また動画の方を楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。